フーゴ・フリードリヒ・フィリップ・ヨハン・フライ・ヘア・フォン・フライター・クローリはドイツ帝国の軍人、軍事視野で1916年に軍事視家としての業績に対してプールルメリット勲章を授与された。最終階級は不評代償。フライター・クローリ家は優位所あるベスト・ファーレン貴族の家系であり、父カール・フォン・フライター・クローリは外交官であった。 ドイツ統一後の1877年にドイツ帝国陸軍に入隊し、1887年から1896年までベルリンのプロイセン陸軍主管学校で軍事士の教官を務めた。その後、しばらくの間アルフレート・フォン・シュリーフェンに仕え、後にシュリーフェンのお気に入りの弟子と呼ばれた。1907年にはフランクフルト・アンデア・オーダーで、 第12敵団兵連隊を指揮した。1910年には参謀本部兵団部長になり、1913年12月からはカッセルの第22師団を指揮した。第1次世界大戦で動員令が出ると、オーストリア・ハンガリー軍との連絡官となった。その後、参謀本部に兵団総監副官として復帰し、エーリッヒホン・ァルケンハインを非公式に補佐したが、 影響力が発揮できず、悩まされた。続いて、短期間ながら、第9予備軍団と、第17予備士団の指揮を取り、1916年9月には、再び参謀本部に戻った。1918年4月18日に、不評大将に昇進した。著書としては、以下がある。息子レオポルドは、ダダイスムの芸術家、詩人エルザ・フォンフライター・クローリと結婚した。 ありがとうございます。